何時だと思ってんだ、起きろ。削除よし。こんにちは。今回は前回の続きとなるんですけども、前回は勧誘、マンション投資のね勧誘があったんで、一体どこから私の情報を手に入れてんだというのを聞き出した、動画です。そちらをご覧になってない方はそっちから見た方がいいかなと思います。全然話変わるんだけど、プレハブなんだけど風が今日すごくて、プレハブ自体が揺れるというね、まあ現場のね事務所のプレハブなんかそんなもんでしょうね。まずはじゃあ会話を聞いてください。はい、ありがとうございます。ネクセル株式会社でございます。もしもし。はい。なんか名簿を売ってる会社ですか、そちらは。はい。ちょっとね、はい、私の情報を売り買いされてるから、その件について話したいんだけど。はい。誰に言えばいいかな。私でも大丈夫ですけれども。それ誰の許可でやってるの、そういうこと。個人情報保護法の件だと思うんですけれども。保護法って保護されてないから電話してんだけど。はい、原則としましてはご本人様の同意が必要とされているんですけれども、ただ個人情報の取扱事業者と申しましてですね、私どものような企業データであったり、個人のデータを扱っている会社なんですけれども、こういった個人情報の取扱事業者が第三者に提供する際にですね、オプトアウトと申しまして、簡単に申し上げますと、ご本人様から削除依頼があった場合、速やかに削除させていただくということなんですけれども、これを行っている場合に限ってですね、ご本人様の同意がなくても個人のデータを第三者に提供することができるというのが、結構の個人情報保護法になってしまっているんですね。なってしまっているんですねってさ、はい、すみません、ご迷惑かけました。要はさ、何件か不動産屋とか電話仕事中にかかって困ってて、どっから聞いてんだっていう話をしたら、御社から買ったっていうから、そういう話を聞いたからね。もう決して、もう嫌ないのよそういうの。かしこまりました。そうしましたら、本日付で消してほしいんだよね。はい、本日付で削除の方と、あと第三者提供に関しましても停止させていただきます。すみません、ご迷惑かけまして。だから、まあいいよ、だからそれ素直に消してくれるなら全然問題ないよ、はい、別にそれはさ。すいません、ご迷惑かけました。でもさ、消したとかいうのは、今日の時点で消えるなんていうのは、どうやって証明できるんですか、それ。基本的にですね、お電話の方で承ってるんですけれども、当社の方も、個人情報の保護委員会というところが、内閣府の外局であるんですけれども、以前は消費者庁の管轄だったんですね。それが今は個人情報の保護委員会というところが管轄してるんですけれども、こちらの方に登録して、会社としてですね、当社がですね、で営業の方なんですけれども、させていただいているような会社になります。だって聞くと、はい、住所はともかく勤務先とか、そこまで入ってるらしいじゃん、勤務先の電話番号とか。データ的にですね、勤務先、お勤め先も記載されてるデータっていうのも中にありますので。だからさ、それは逆に言うとさ、本社はどっからそれを手に入れてるの、またどっかから手に入れてるわけでしょ、それを。銀行だから分かんないけど、そんなもんさ。大体ですね、潰れてしまった会社さんが、データっていうのを物として扱えますので、そういったところからの入手になるんですね。だからそれって基本、本人の許可はないじゃん、ね、それは。そうですね、その物扱いになってしまうので、なんていうんですか、売買に関しては、法的にも問題がないんですよね。私どもの方でできるのが、だから法律を別にギャスか言うつもりはないんですよ、僕は。はい、ただ、これでまず消してもらうことと、それでまだ続くようだと困るから、それはどう担保されるんだってことを聞いてるんですよ、それ。はい、
削除の方は速やかに本日付でさせていただくのと、うん、と第三者提供も本日付で停止させていただきます。うん、うん、それは分かるんだけど、はい、まずどこにするんですか、それは、御社は。そのまず、はい、その自分のところの会社のサーバーから消すってことですか、それは。そうですね、保有データから削除させていただくっていうことになります。うん、すみません、ご迷惑かけてまして、申し訳ございません。別に、別に謝ってくれてクレームの電話じゃないんだけどさ、これだとオタクだけじゃないかもしれないでしょ、それって、もしかしたら。そんなことはない、同じような会社。そうですね、一応、保護委員会の方に登録されてる会社っていうのも、何十社もあると思うんですね。そうでしょ。はい、ですから、もしかしたら当社以外のところでも、入手されてる会社さんも中にあるかもしれないです。そうだね、まあいいや、はい、とりあえず一つ潰してもらうしかないもんね、はい、何言えばいいの？携帯の方のその番号の方と、うん、名字だけで構いませんので、携帯何？携帯何？携帯の番号の方とですね、うん、あと名字だけでも構いませんので、携帯でいいですか？はい、090私、申します。はい。すいません。ご迷惑かけまして。いえいえ。本日付で全て削除と、うん、あと、第三者提供の停止に関しましては、責任を持ってやらせていただきますので、うん、ご迷惑かけてすいませんでした。うん、申し訳ございません。じゃあ、それで、うん、終わるなら、それでありがとうございます。はい、かしこまりました。どうもすいません。はい、わかりました。はい、すいませんでした。はい、お願いします。はい、失礼いたします。はい。どうでしたか？ね、こっちも最初はさ、なんか悪徳業者で生意気なのか電話出てくるのかなと思うと、すごく丁寧でさ、まあ、話聞いてもらえると分かると思いますけど、まあ、法律的にね、許可を受けてるとか、まあ、いろいろ言ってるんだけど、まあ、実際じゃあ即消します、第三者提供をやめますなんて言ってるけども、それが担保されてないんだよね。例えば本日付で消しましたとか、そういう文章をね、ちゃんとよこすとか、もう信用っていうか、その電話を信じるしかないからさ、もっと言うとさ、同じ業者があるからね、例えば僕は逆だったら、子会社じゃないけど、まあ一旦消して、また違う会社から買うと、そうすれば法律的に問題ないみたいなね、そういうこともできちゃうんじゃないかなと。だからいたちごっこっていう言葉があってもわかんないけども、まあ、完全に消すのは難しいのかなっていうところですよね。ただ構図はね、多分分かったと思います。名簿業者っていうのが存在して、まあ法律的に、うん、認められてるところだと、そこから買って電話してくると、まあね、東京の何歳とか、なんとか別に住んでる30代とか、携帯電話と職場、勤務先まで分かってるから、多分それで値段がみんな違うんですよね。1件50円とか100円とか、まあ、そんなのはね、皆さん多分たまに電話来るんじゃないかと思うんだけど、まあ消されたことが信用できるんであれば、今の方法でとりあえず消すっていうことは、うん、これで減ればね、まあ消えたんじゃないかなというところです。まあ、今回はそういった動画でした。ぜひ参考になればと思います。それでは削除よし。てめえ何時だと思ってんだ、起きろ。おい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 、マグロ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 、赤身中トロ大トロマグロ。なあそこのお姉さん、あんたマグロって知ってるかい？もし知らねえって言うんだったら教えてやってもいい。マグロのイロハってやつを。